はい、皆さん、こんばんは。酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ですね、ちょっとね、突発になったんですけど、今ちょっとね、この本搾りの、オレンジなんですけど、これですね、どうやら俺まだ飲んだことなかったらしくて、はい、ちょっと買ってきてた、ちょっとオフで飲んでたんですけど、ということで、今回、キリンの本搾りのオレンジです。果汁が45%。果汁45%ですね。で、糖類無添加、アルコール度数5%です。原材料、オレンジとウォッカ。のみ。そんじゃ、乾杯。ああ。甘くないんですけど、ちょっとほんのり オレンジの甘さが。ある感じで。これは美味しい。レモンとグレープフルーツは飲んだみたいなんですけど、どうやらオレンジだけ飲んでなかったと。これは、美味しいですね。でね、この本搾りのライムなんですけど、売ってなかったね。探したんだけど。でも果汁45%ってすごいですね。これは結構ドライなんだけどジューシー的な。これ、でも、これ結構人気あるのわかるわ。やっぱここは、あれですね。糖類を無添加にしたところが良かったんではないか。多分。糖類、香料、着色料、不使用。まあ、糖類はともかくとして、香料を使ってないのも、なかなか、すごい。いや、暑いね。もうクーラーつけちゃってますけど。暑い。ポケモン XY では、戦闘中にポケモンが進化する新要素、メガ進化があるらしいぞ。なんだそれ。
何そのメガクチートとか、メガバシャーモとか、メガアブソル、メガルカリオ、メガ電流とか、メガミュウチュウ、うわ、何それ。メガミュウツーか。メガクチート。なんだこれ。やばいな。注意、明日の暑さがやばすぎ。2000年以降で最も暑い猛暑日になる。明日暑いらしいです。てか、8月10日。らしいですよ。コミケビッグサイトホール内、気温38度でかげろう確認だって。恐ろしい。ていうかクーラーないのコミケって。ひどいな。お、なんだ。まあいいや、スーパードライ。スーパードライを飲む。遊園地のアトラクション記念撮影サービス。見本をスマホで撮るのやめろ。万引きだ。矢印。別にいいでしょ。そもそも勝手に撮るな。どういうこと？ああ、そういうことか。つまりですね、アトラクションでよく勝手になんか写真撮られますけど、その写真のいわゆるどう撮れたかっていうのをまずね、表示されるじゃないですか。こんな感じで撮れましたよみたいな。それをそのテレビとかに表示されてるやつを
スマホで撮ってるってことでしょ？いや、これはそもそも勝手に撮ってる方が悪いでしょ。さすがに。今日のつまみは、ちょっと遅れましたけど。はい。ポテトクランチ。うま塩味。カリッと噛むたび、ポテトのうまみ。だそうです。美味しい。うん。まあ。つうか、勝手に人の写真撮ってそれを売りつけるってどうなのって、確かに。てか、今更もう写真とか流行んねえよ。バカバカしい。あなた方のやっていることは盗撮と一緒です。だよな。勝手に取っといてなんだよって話。まあ確かに一昔前は、ね、いわゆる紙のこの写真、フィルムとかのあのね、写真をこう、ね、アルバムとかに保存してみたいなのあったけど、今写真撮るやつなんて、撮ってもほら、デジカメで結局、ねえ、パソコンで見れるようにしてるみたいな感じだけでしょ。痴漢冤罪。母親が、こいつがうちの娘に痴漢しましたと適当な、証言で、警察5人逮捕。なお、母親は現場にいなかった模様。クソすぎる。死ね。え、これなんだ。痴漢をされてヘラヘラ笑う女、かっこ自称被害者。ヘラヘラ笑っている。証拠は？被害に遭ったのは20代の女性。
横断歩道を歩いていると、後ろから金髪の男が女性のお尻を触ったという。男は逃げようとしたが、女性が痴漢したでしょと一喝。その場で女性が取り押さえたようだ。用途領事だったな。交番から出てきた女性に改めて話を聞いてみた。男用途領事。投げ飛ばした？ちょっと体育会系？男性を投げ飛ばしておきながら、男性を見下した顔つきで、顔つきと目つき。痴漢をされたのにニコニコ顔。確かに。それちょっと気に食わない。中村幸子と同様、男性を侮辱した愉快犯の常習犯。三人に過去、鹿を捕まえた。本当に被害が甚大なら、誤ってる他人様過去男性を無理やり投げ飛ばしたり、冷静に当時の状況を振り返って申告できるわけがない。確かに。もともと痴漢とは冤罪性が高く、ぶつかっただけの言いがかりや思い込みや過剰反応など、故意性もない行為を、痴漢犯人扱いしてくる女も多い中、たとえ被害が事実だったとしても、痴漢と呼ばれるたかが、体の接触程度のことは、実は大した被害ではないことを初日に示して、その通りだよな。痴漢とか言ってるけど、あれじゃん。ニコニコ、本人はニコニコ笑ってんのに、ねえ、しかもただ触っただけでしょ。あ、よかった。別に物的証拠もないくせに、ただね、そう言ってるだけでしょ。しかも触っただけだからね、結局。別に危害加えてるわけでもないし。で、その、こいつに限って言うと、ヘラヘラ笑ってる。もう何の、あれもない。精神的になんか苦痛を与えられたわけでもない。ね。で、しかも投げ飛ばしてる。どんだけ女性優遇社会なの？しねえよ。ましてや、被害を受けた直後にヘラヘラ笑っていたり、取材班に過去に捕まえたことを誇示して自慢したりすること自体、いかに痴漢と言われるものが単なる女のわがままな発想による男性への差別偏見でしかないことがよくわかる。しかも自らの申告で常習性があることが判明している。こういった女に遭遇し、痴漢犯人扱いされることがあったら、緊急避難的行動で打撃や締め技などの武力行使を行い、侮辱罪、暴行罪の容疑をかけて、私人逮捕し、110番通報して警察に突き出しましょう。突き出しても逆に、ねえ、今の社会。ねえ、きついんじゃね？って思うよ。女性性流したのに賛成反対。反対。はいはい。どうして男性が堂々と女性専用車両に乗っているのか、それにはある理由が。女性専用車両には問題はたくさんございます。これはもう不当な、男性に対する扱いである差別であると。
うん、うん、うん。まさにその通りだ。ある会の代表を務める、よく言った。え、こんな会あんの？え、これ欲しい。あ、100人か。少ないな。そして、その関西本部が会合を開くということで、我々はその会場へ。この日集まっていたのは8人。具体的にどのような形で女性専用車両に反対しているのでしょうか。当会では非協力乗車会というものを行っておりまして、そちらの方も力を入れております。はあはあはあ。集団で女性専用車両に乗る。ああ、なるほど。男性が集団で女性専用車両に乗るという。そう、先ほど紹介したこちらの写真が非協力乗車をしている光景なんです。そもそも女性専用車両は電車内での痴漢行為を防ぐために多くの鉄道会社で導入されているもの。しかし、こんなことをしてトラブルにならないのでしょうか。なるだろうね。女性客からここは女性専用車両ですよと降りろと強く言われたことがございます、ね、その際にはですね、当会で、このようなボードを作成しているんですけども、これを出して私たちは非協力乗車会という形でさせていただいておりますというふうに、申し上げております。なるほど。はい、わかりましたと言って去る人もいれば、ないも無理して乗ることないんじゃないのと、さらに抗議してくると言いますか、そうそう、入ってくる人も、います、ね、これね、いますよ。女性専用車両は、女性専用と、目を打っていますけども、実際には男性に対して乗らないことを強制することはできないですね、うん、結局協力を、そう、法律では女性専用車両っていうのは何も乗ったら処罰されるってわけじゃなく、ただ男性に対して協力してくださいよっていうだけのものなんです。女性専用車両に男性が乗っても罰せられないのでしょうか。鉄道会社に問い合わせてみたところ、法律に基づくものではありませんが、優先座席や携帯電話マナーなどと同様、お客様同士がより快適にご利用いただくためにご協力をいただいているものですとのこと。確かに男性が女性専用車両に乗車しても法律的には問題ないようです、では一体なぜここまでしてこの会は女性専用車両に反対しているのでしょうか。世間では女性専用車両は痴漢対策と言われておりますけども、実際に導入された路線の多くで、導入された後に痴漢の件数が逆に増えたり、増えないまでもほとんど変わってないという路線が大変多いんですね。本当にそこまで必要とされているのかと、番組が鉄道会社また警視庁に問い合わせたところ、近年電車内における痴漢発生件数のデータは出していないとのこと。しかし過去の新聞記事を見てみると、女性専用車両が導入される前と後では一概に痴漢件数が減少したとは言えないと報じられています。なるほど。他にも会のメンバーからはこんな意見。一般車両でなんか男性の匂いが臭いとか、そういった女性に対して僕は嫌気させてしまって、そういう理由だけでなんか男性を排除されたりとか、そして嫌味言ったり、そういうなんか気に入らないなと思って、人権を無視してるっていう観点から僕はこの墓に入りました。男は全て痴漢的な見方からこう女性専用車両ができたというのは、女性専用車両にあるから、そういった意識が出てきているんじゃないかと。こっちの線にも女性専用車両、あっちにも女性専用スペースをと、そういった風潮が生まれていることが不満に思います。そうだよな。女性専用車両に対して、何でもかんでも女性専用、女性専用とか言ってさ、マジ腹立ってくるよな、これな。腹立ってきません？だって、もう、身近なところで言うと、会社の忘年会。あれ、女は、半分以下です。値段。会費っていうか、その、
男1000円。違う。女1000円。男2000円。とかね。確実に女が半額以下です。うん。で、あと、なんか、これも個人的にイラっとくんだけど、あのさ、あの前彼女がいた時にね、割り勘にしようって話にしたら、とか言って、ケチなんだけど、みたいな。はぁですよ。こいつ何を言ってんのと。だってさ、割り勘、てか、その女の人の方が、その、彼女の方が、物食ってるのはいいですよ。ね？そんならお前、別個に払えよって感じ。その彼女かなり太ってたんで、かなり大ぐらいだったんですけど、俺の、1.5 倍ぐらい食ってるんですよ。料金的にね。それなのに、ね、割り勘にしようとか言ったり、こっちが割り勘にする、まあ割り勘にしようって言ったり、結局ほら、ね、そっちの方が高いもん食ってんだからさ、それで割り勘にしようっていうのも、ちょっと引っかかるし、ね。で、まあ、あと別のあれで、割り勘にしようって言ったら、とか言われるし。意味がわからん。そして最後に、福山さんはこう話します。痴漢対策としてはもう意味がないと思われる、まあ、女性専用車両を、まあ、今後も、まあ、推進継続するよりもですね、車内に監視カメラの設置、あるいは、制服警官を配置するなどして、うん、まあ、警備を強化する、うん、まあ、そういった方法も検討するべきではないかな、うん。これはもう不当な、まあ、男性に対する扱いである差別であると。うん。だから、女性専用車両っていうのを作るんだったら、男性専用車両も作れって話なんですよ。うん。イラっとくんのはね、朝、電車通勤の時にね、乗った時に、明らかに女性専用車両だけ空いてるんですよ。こっちは超ギュウギュウで、無理やり入ってんのにですよ。ふざけんな。皆さんは女性専用車両に賛成ですか？反対ですか？テレビをご覧の皆さんは電話で投票を。スタジオの皆さんはスイッチオン。感じですけど、ちょっと飛びましたね。ちょっと本題に戻ります。俺的ゲーム速報 G。国の借金がついに1000兆突破。1000兆を突破したのか、すごいな。よく一人当たり何百万円の借金だというのは嘘。国の借金であり、国民の借金ではない。確かにそりゃそうだよな。てか、国民の借金だったら、はっきり言って、こんな日本なんて済まないんですよ。ね。もうみんなここから出てくるでしょうね。東北地方の雨がやべえ。気象庁、直ちに命を守る行動をとってほしい。あ、こんなに雨降ってんの。
ああ、秋田がやばいのか。秋田がやばいらしいですね。恐ろしいな。新潟は全く問題ない。関東一可愛い女子高生グランプリがついに決定。だって。うん、まあ別に、そこまで可愛い。可愛いは可愛いけど。結構どこにでもいそうな女の子ですけどね。ちょっとおっとり系ですね。ちょっとのほほんとしてる感じなの。ワタミこと渡辺美希氏。何がブラック企業だ、ふざけるな。くだらん週刊誌に世の中の人が惑わされている。いやー、それはちょっと。それはもうブラックでしょ。え、ちょっと待って、パンツ？あ、ニューヨークかよ。ちなみにもう、アメリカだと、すごいらしいですよ。上半身裸の女性が、普通に街を歩いてるらしいですからね。超行きたいわ。これちょっと引きましたね。池袋駅のプリキュアのポスターが何者かがキスしまくる事案が発生。よだれまみれになってる。これ、ひどいなぁ。これ、ひどいなぁ。中国人 93%、日本が嫌い。日本人 90%、中国が嫌い。知ってた。それ知ってたわ。知ってたわ。例えば昨日、奈良県で震度7と、緊急地震速報があって、
震度1位も満たずって、これおかしいだろ。どうやったらお前あれなの。むちゃくちゃいいよ。奈良県と大阪府で最大震度6弱から7程度の揺れとの続報がスマホなどに一気に通知される。そして案の定、震度1に満たない地震と判明。1に満たない地震とか、もうないに等しいじゃん。どんだけミスってんだよ。しっかりせえよ。無駄な混乱は仰ぐんじゃない。ということで、今回この、本絞り。オレンジですが。まあ、四つ星だよ、これ。四つ星。それではご視聴ありがとうございました。